皆さんおはようございます。ブレインワークスの近藤信でございます。今日はブレワー対談ということでですね、素敵な社長とお話をさせていただきます。はい、今日のゲストは株式会社仕組みデザインの中村俊介社長です。中村さん、おはようございます。はい、おはようございます。仕組みデザインさん、まあ、スプリンギンという、こう、プログラミングのコンテンツ、プラットフォームをされてますけど、はい、これはどういうことをされてるんでしょうか。まあ、プログラミングっていうと難しいっていうイメージがあると思うんですけど、はい、もう子供でも、まあ、もちろん大人でも何でも、やったことない人が遊び感覚でプログラミングができて作品が作れてしまうっていう、そういう新しいプログラミング言語って言っていいのかな、プログラミングができるツール、プログラミングだけじゃなくて作品が作れるツールっていうのを開発しています。自分が作るだけで、まあ、こうそれを楽しみとする人も世の中にたくさんいてはるじゃないですか。はい、で中野さん多分その自分が作る仕組みとかそういう機会ですよね、うん、で周りをこう楽しませようとするっていう なんかそういう動機ってどこから来てるんですか。ですね、まあ、どこに楽しさを感じるかだと思うんですけど、うん、多分僕自分で作ってる時ももちろん楽しいんですけど、作ってる時よりも作ったものを誰かが楽しんでる様子を見る方がより楽しいんです。へえ。なんか、うん、はい、なんでしょうね。何にもなくて、はい、今から好きなものを自由に作っていいですよ、だけど作ったものは誰にも見せないですよって言われたら僕作んないです。ああ、わかります。子供の感覚で見せびらかしたくなるんですよ。そうそう。で、その見せびらかすのも、これ俺すげえだろうじゃなくて。ですよね。別に僕が作ったかどうかは気づかなくてもいいから。自慢したいんじゃないんですよね。誰が作ったかわかんないけど、めちゃくちゃ楽しんでるっていう様子を見て、こっちでこう、北総演でるタイプ。いや、なんか、私もそういうとこちょっとあるんですよ。だけど、中村さんとお話してるともうまんまですよね、そういう感じ。まあ、裏方じゃないんだけど、こう、そういう。そうなんですよ。裏方かっていうと裏方ではないんですけど。違いますよね。はい、クリエイターの人って裏方ではないですもんね。主役であるけど。そうです。目的というか、ゴールが自分の凄さを見せつけることでは全くないし。だから、こう、すごくね、こう、スッと入れるんですよ。はい、今ですね、ちょうどね、ご縁で、私たちもその、スプリンギンさんのプラットフォームで、はい。野菜をテーマの作品募集プロジェクトがね、はい。ありがとうございます。させていただくことになりました。はい、ありがとうございます。こういうコンテストというか、こう、参加者っていうのはもう、老若男女ですか、はい、そうですよ。老若男女ではあるんですけど、まあ、子供が中心ですね、やっぱり。多分、スプリンギン、っていう、まあ、アプリなんですけど、はい、今これお話聞いてる方は何のことか分かんないかなと思ってないんで、さっき一番最初に言ったみたいに誰でも簡単に作品が作れるっていうのが大事なポイントなんですね。うんうんうん、で、その作るっていう行為は楽しいよ、しかも楽だよっていう、まあ本当にそのままなんです。おで、作ったものを自分だけで留めるんじゃなくて他の人に遊んでもらうともっと楽しいよ。っていうのがあって、で、さらに、今回、一緒に、アワード、コンテストを、そうですね。ますけど、そうすると、そこに対して応募するから、モチベーションも、あるじゃないですか。うん、でやる気も出るし、うん、で、まあ、今回、野菜テーマなんで。ね、野菜、ね、私、農家の出身ですからね。ありがとうございます。なんですか？面白くて、今回、入賞したいい作品として選ばれた人には、うん、野菜を、リアルな野菜を送るっていうふうな。いいですよね。そのね、オンラインのプロジェクトから生リアルに野菜が届くというのはね。はい。だからそこもすごい面白いんで、こう、やっぱり、やる気を出すし、それから作るっていうのもあって、で、デジタルなのに、最終的にアナログにも繋がってるしっていう、こう、いろいろが、重ね合ってるのがすごい面白いと思うんですけど。いや、私そういう感覚大好きですよ。そうですよ。まだ人間その世界に慣れてないと思うんですよね、どちらかというとね。まあ、割とデジタルかアナログかどっちみたいな話が多いですけど、もう僕はどっちも混ぜた方が絶対面白いと思うので。いや、本当そうですよ。だからよくわからんし、なんか、
苦手意識もある人多いかもしれないけど、この両方上手に自分に合うようにね、うん、使いこなすしかないでしょ、もう人間はって思ってるんですよ。ええ、だってこれ作っちゃったんだからみたいな。そうです。そうだ、中本さんのお話聞いてると、だったらね、楽しく楽にやろうよっていう世界なんですよね。はい、そうです。中本さん、では改めて、はい、株式会社仕組みデザインさんの、はい、こう歩みとかお話しいただきたいんですけど、ちょっとその前に気になるのが、はい、私も、もう変わり者と言われながら30歳で会社やってまだやってるんですけど、はい、こんな私は子供の頃はあの引っ込み思案で人と接するの苦手だったんですけど、はい、なぜかそんな今はね人と関わる仕事ばっかりやってるんですけど中村さんこんな面白いことをやる、まあこういう事業やってはりますけど、子供の頃はどんな人だったんですか？はい、子供の頃は僕は昔のことはあんまり覚えてないんですけど、あの多分その掘り起こすとですね、なんか物作るのが僕は小さい頃から好きだったっぽいんですよ。おで、それはあのうちの親母親とかに話を聞いてると、はい、小学校に入った時に、うん、あの子供用のちっちゃい大工道具、本当に切れたりとかするやつですね、うん、金槌とかノコギリとかのセットを何かの誕生日かなんか分かんないけどプレゼントでもらったんですですって。で、それからなんかこう作るのを実際使いたいからですね、やり始めて、うん、で、ちょうどその時に、あの、僕が住んでたのが滋賀県だったんですけど、はい。新興住宅地だったんですよ。うん、もう40年ぐらい前なんで、うんうんうん。で、そこの、あの、まあ、空き家だらけ。空き家じゃない、空き地だらけ。ああ。で、今建ってるお家がいっぱい、途中のやつがいっぱい。これから作るとこですよね、時代的にね。っていうとこに、まあ、何軒かポツポツたるうちの一軒に住んでたんで、うん、あの、廃材がいっぱい周りにあったんですよ。ああ、なんとなく分かってきましたよ。で、空き地もあったんですよ。はい。だから、小学校のうち勝手に、なんか建てる、まあ、家はもちろん作れないけど、うん、廃材いっぱいもらってきて、なんか空き地に作るみたいなことをしてた。っていうのがあるで、今ね、それ聞いてね、もうドキドキどころじゃないですよ。ほとんど同じことやってますわ。そう、私、農家なんですよね。農家で、まあ農家でただ単にこう、母屋の庭って広いでしょ。はいはいはい。一緒なんですよ。近所から灰で集めてきて、はい。一階1メートルぐらいですよ。階高3メートルの家を作ったんですよ。それはすごいですね。家って小屋ですよ。はい。で、これ本当の話なんですけど、親父がね、できてからやら怒るんですよ。ああ。なんちゅうものを作ったんやと。だけど、作ってる間に OK よ、みたいなわけわからん話ですけど。いや、やっぱり中本さんと感覚そこら辺近いなっていう。近いかもしれないですね。うん。ねえ。そうですね。たぶんそれが、ま、あの、なんかを作る。だから会社も作っちゃってるんですけど、なんかを作ることへの抵抗感のなさというか、楽しみ感が残ってるっていうのはあるのかなって、ま、思います。いや、それはもうなんか、お互い同じ世界で生きてきたような感じですね。はい。で、プログラムっていつやったの？バイトで、建築、うん、まあ、建築だったのからってもあるんですけど、建築用の CAD を開発する会社が名古屋に行って、ああ、もうすごいちっちゃいの、うんうん、あの、ソフトハウスで本当に10人もいないぐらいの会社で、うんうん、で、ジャンルも何でもじゃなくて、2x4 っていう建築工法が、ああ、はい。一応私も4って知ってますよ。その 2x4 工法のための CAD だけを作ってる会社があって。なんとなく名前を書いてる。バイトで入ったんですよ。うん。で、バイトで入って、まあそんなにプログラミングちょこっとやってたけど、ちょこっとしかやってないから、そんな作れるほどじゃなかったけど、まあちょっともうできますみたいな感じで入って、で、そこで実際にもうほぼ OJT ですよね。はい。もうなんかもう、ちょっと、いや、今まで僕がやったのと違いますみたいな感じで、どんどん直接いろいろそこにいる社員の人たちに教えてもらいながら、うん、あの、CAD の一部をずっと作ってたんですよ、うんうんうん。で、そしたらプログラミングはもう当然やるんじゃないですか。で、すごくタイミングのいいことに、ちょうど Windows が、わーっと出た頃なんですよね。ああ、わかります。だいたい時代背景わかります。まあ、Windows 95からスタートしてるので、うん、まあ、95から2000年までの間ぐらいで、うんうんうん、いろんなソフトをみんな Windows 化しなきゃいけないっていうタイミングに入ったんで、社員みんな Windows のことそんなにまだみたいな状態の一人としてだから、うん、ものすごい一緒に教えてもらえたんですよ、みんな。うん。ね、Windows 化する
っていうその CAD の Windows 化の一端を僕も手伝ったら、大体なんとなくプログラミングが分かって、うんうん、でなんか面白くなったんですよね、そっちの方が。それはあれですよね、その CAD のソフトを作ったんですよね、だからまあ、プロジェクトでね。一人でじゃないですけど。ね、チームでね。はい。デザイン要素と、だからプログラミングの要素、両方組み合わせて、プログラミングを必要とするような作品っていうのを作ったらどうかなっていうのを、まあ、それこそ20年ぐらい前にやって、今はもう普通にみんな作ってますけど、当時は本当少なかったんで。まあ、画期的ですよね。はい。まあ、プログラミング、要素なんで、まあ、なんていうか、インタラクションというか、参加するタイプのメディアアートみたいなやつを大学院生の時に作り始めたのが今の会社につながってるっていう、ちょっとすごい長かった。もうこの、私が言うとなんですが、社名そのままですね。そのままですね、そうです、そうです。ほう。仕組みを作りたいっていうところから始まって。で、それで15年間ずっといろんなことやってはった。そうなんですよ。ちょっとバーっと駆け足でお見せして。そうですね。まあ、2005年に会社作ってるんですけど、もう賞とかもですね、30個以上いろいろ日本だけじゃなくて世界とかでももらったりして、意外と業界では知られてるっていう感じの会社。うん、思っても、それも最初のその、すごいは、これですね、すごいは一度だけ楽しいは何だろうっていう、こういう思いがあるので、僕らが表にあんまり出てないんですよ。うんうんうん、僕らがすごいかどうかはあんまり大事じゃなくて、やってる人が楽しいと思ってくれる方が大事と思ってます。このまたこの、この絵というか写真すごくいいですね。これはうちで作ったやつに子供たちが遊んでるよ。楽しそう。はい。で、これ、まあなんかそういうのもあって、表にそんな出ないですけど、作ったものとかの評価はやっぱりそれなりに。これ全部中村さんがプロデュースですか、ディレクション。まあ全部ではないですね。会社でやってるものもあるので。すごいですね。一つずつが見てみたいですね、じっくりね。結構そうです。いろいろあります。でもスペインのグランプリとか。スペインのやつは、カグラっていうですね、ちょっとこの後、わかりました。言ってますけど、うん、そういう作品で撮ったんですけど、まあ、ざっと言うとこういう感じで、見てる人が参加するタイプの、ものを作ってます。で、さっきちょっと言ってたカグラっていうのが、これがいっぱい賞を取ってるんですけど、もともと誰でもがミュージシャンになれる。そうです。私これ使いたいですわ。今、ミュージシャンとかに練習したいんですよ。普通に今、アプリっていうかソフトウェアとして販売もしてるんですけど、これ何かっていうと、カメラを使って、まあ、これ今映ってますよね、うん、カメラ。この映ってる、この動きで音を鳴らして演奏する楽器なんですよ。で体がこうやるだけで。何も持たなくても動きがそのまま音楽に変わるっていう楽器になっていて。これ中村さんの発明？そうです。もともと、これを作ったのがきっかけで会社作ってるんですよ、本当は。あ、そうなんですね。これすごいじゃないですか。これ今ちゃんと初めて聞いたような気がする。そうそう。いや、何回も聞いてたんですけど、今こうやって気にしだすとすごいですね、これ。あ、これなんかぜひうちもそれなりにベトナムとかでいろいろイベントやってるんで、はい。これなんか連携して使わせてほしいですね。はい、それはぜひ。っていうか、私演奏しますわ、これで。そう、まず、近藤さんから。いや、私ね、本当に冗談じゃなくて、はい、ベトナムでね、地方都市でイベント、日越文化経済交流イベントやってたんですよ。はいはいはい、ステージでね、ベトナム人が、うん、まあ、1000人とか見に来てるステージがあって、はい、そろそろ楽器演奏しようとかいう空気になってるんですけど、無理だった。そんな空気になってるんです。中村さん言われたみたいに、そんなん時間ないじゃないですか。でね、あれやろ、これやろって計画だけだって、すべて計画だろうなって、これでね、はいとかで登場したらむっちゃ良さそうじゃない？いや、それはいいです。みんな何々って感じです。ね、ちょっとこう、侍の格好してね。それは面白いですね。私、イメージできちゃいましたよ。いいですね。いや、中村さんと喋ってたら楽しいね、やっぱり。ありがとうございます。だから僕、このカグラを作ったことで、それこそもともと楽器が弾けないコンプレックスでスタートしてるじゃないですか。で、それが、結果的にですね、中国呼ばれて、ライブしたんです。ね、ライブもやってるんですか？ライブやったんです。これ、こうかな。これ今だってこのオンラインの世界になった時に持ってこうじゃないですか。そうですね。これが、2013年に世界一になったんですよ、インテルの。うん、で、その後に、これ中村さんですか？あ、そうです、僕ですね。で、左側、うん、一番左にいる、
男性がインテルの社長です。おお、ね、インテル入ってる。あ、そうです、そうです。だからそのインテルのイベントとかもコンテストでグランプリ取ったんで、もう本当にアメリカの、これ、セスですね。CS で登壇したりとか。これ、でも、インテルの社長とって言うだけですごいですね。そうそうです。日本に唯一です、日本に。ねえ。今まで、一番最初にスプリンギーの話が出たからあれですけど、まあ、スプリンギーまだ出てきてないじゃないですか、うん、この流れで。ああ、そうですよね。私はちょっと最近ご縁があるのは、スプリンギーの中で。そうですね。そこからスタートしてるんですけど、実はこの15年間ずっと、僕は、作る側ですと仕事をしてきてるわけです。クリエイター。クリエイターですね。で、はい、作品としてもまあ、1500個ぐらい作ってるんですけど。すごいですね。で、今年、ちょっと変えようかなって言うと変ですけど。今年ね、2020年。20年、もう一回やり直しっていうとちょっと語弊があると。改めてスタートアップになろうとしてるんですよ。ああ、でもそういう時期ってね、あります。私も実は、28年目で、この感覚でした。やっぱり2020年っていいですよね。なんかそうですね。で、ね、うちからしてみたらちょうど2005年に作ってるんで、15年目だし、で、15年かけてずっと1500個以上の作品作ってきて、思ったのは、はい、作る人が一番楽しいよねっていうことなんです。ああ、それでね、スプリンギーの話。そうです。だから、そうすると僕らばっかり作ってたらもったいないなっていうのが一個ですね。もう一つは、でもなんでそういうふうにみんななってないのかっていうと、世の中に、それに、ちゃんとできるような、いい道具がないからだと思ったんですよ。おお。やっぱ、プログラミングもそうだけど、絵描くのもそうです。なんか基本的に何か作るのって先に修行とか勉強とかが。そうですよ。ハードルが高いですよ。何やっても。そうなんですよ。で、それしなきゃやっちゃダメみたいな空気もあるし。ね、ありますね。だからそこを一気にこうもう最初の敷居をバーンと下げて、とにかく楽しく始めて作るのができると。で、壁は高くていいでしょ。もう、プロになるのは難しくてもいいから。まあそういう人はね、常にいてもいいですよね。乗ってしまえば増えるじゃないかというところがまああって、で、作品を簡単に作れる。クリエイター、こっちはこういう言い方をたまにするんですけど。いいじゃないですか、またクリエイター。クリエイター、クリエイターになろう。かっこいい。ここ。伸ばし棒が抜けてます。なんか映画のタイトルみたいですね、これね。クリエイターからクリエイター、クリエイターになろう。クリエイターを生み出す人側になりたいな。でも世界中の人たちみんなクリエイターになったらいいじゃないっていうのはまあ考え方で、で、作ったのがこのアプリですね。スプリンギンっていうアプリです。いや、もう改めてこのストーリーからいろいろ思いからお聞きすると、スプリンギンの奥深さが改めて実感しますね。まあ、このスプリンギーだけ聞いてもすごいなと思ってましたけど、中村さんがその1500本ものなんか作品というかそういうね、コンテンツというか作ってきたアーティスト、やっぱアーティストじゃないですか。まあね、すごい。まあ、僕だけじゃないですけどね、もちろん会社で作ってるんで、僕が作ってるのはうちほとんどないですけど、まあ。それだけ極めた人だから分かる境地ですよね、はい。でもそうだと思います。ね。うん。だからそれを、感覚的には、例えば、イチローが俺みたいになれって言ってるわけじゃなくて、はい。野球そのものはもっと簡単に楽しめるよって感じでしょ？そうです、そうです、そうです。そういう仕組みがなかったと。はい。いや、もう素晴らしいを超えてますよ。私、素晴らしいかさっきから言ってないけど、素晴らしいじゃなくて楽しいですね。楽しい。楽しい、そうです。ね、これ、世界にどんどん広がっていきますね。広げたいなと思って、で、なので、今、ここにものすごく力を入れてるんです。まあ、これ最後ですね。ちょっと一応、会社案内なんで入れてるんですけど、だからスプリンギンがメインで今動いていて、で、もともとの考え方はここから変わってないんですよ。最初の、すごいは一度だけ、楽しいは何度でもっていうのはあるんですけど、あれはどちらかというと、ポリシーに近くて、何かを作るときです。会社として何を目指してるかっていうと、まあ、とにかくみんなが楽しい、笑顔になってほしいと。で、そのために僕らは仕組みを提供するんですよというような考え方。なので、はい、仕組みそのものからちゃんと考えないと笑顔の数は増えないなと思って。ねえ、こう世界の人が幸せになるというか、こう笑顔ですよね。こういうプラットフォームいいですね。そうです。だからやっぱそこを目指して今、始めてるところですね。いや、本当に楽しかったです、今日は。ありがとうございます。またこれからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。